今回は超巨大 SCP がいる島から脱出していきたいと思う。この島から脱出するにはエリア内にある宝箱からアイテムを拾い、そのアイテムを使って脱出せよ。ちょっと、スマホばかり見てないで宿題やりなさい。ちょっと待って母さん、マイクラアニメ見たらやるから。マイクラアニメ？何それ？知らないの母さん、マイクラアニメといえば。そんなビグビー、スマホ先生。はい、それじゃあ朝の会を始めます。キョウスカレイ、すまない、すまない、着席。よし、それじゃあ今日の授業は超巨大 SCP がいる島から脱出してもらいます。今から君たちには2人もしくは3人1組で超巨大 SCP がいる島に行ってもらいます。なんかやばそうな予感がするぜ。超巨大 SCP がいる島には砂漠エリア、森エリア、そしてマグマエリアがあるからね。自分の好きなエリアを選んでくれ。そして脱出するにはエリアに隠された宝箱の中のアイテムを使う必要がある。了解。よし、それじゃあ授業開始。いて。なあ、それといつもたくさんの高評価ありがとう。今すぐ高評価を押してくれたら100回腹筋をやります。それと右のボタンからチャンネル登録とベルマークの通知設定も忘れずに。おいー、いった。ああ、いった。まあなんとかエリアに移動できたみたいだな。てか、ちょっとこのエリア広すぎじゃねえか。行って、なんとかワープできたようだな。そして今回のペアはミスター銀さんとか。お、よろしくなバナナ。じゃあ早速脱出していきますかね。ひとまずはこっから降りねえとな。うわ、ちょっと高いが行くしかねえ。おっと、ああ、ふう、なんとか水の上に着地できたな。さてと、どっから脱出するかな。なんだ、地震か。ん、うわあ、でかすぎるだろう。あ、俺死んだわ。だ、ミスター銀さん、捕まれ。なんとか間に合った。お、助かったぜバナナ。お前がいなかったら今頃潰されてたぜ。ま、礼には及ばない。とりあえず、あ、うわ、すまない、手が滑ってしまった。たっけえ壁だな。こんなのどうやって登れってんだ。きっとあの壁を越えるためのアイテムがあるはずだ。ああ、いって。あ、ここはマグマのエリアか。まあひとまず
ワープはできたようだな。うわっ！兄貴、てめえわざと踏みやがったな。別にわざとじゃねえよ。落っこってきたら、てめえがたまたま下にいただけだ。ほんとか？まあとりあえず、そういうことにしといてやるよ。あ、そういえば、ここにチェストがあるな。中身は、な、これは、エイリアンブラスター。こいつは、かなり強力なレーザーライフルだ。すげえすげえ。こんな強力なアイテムを、しょっぱなから手に入れたってんなら、もう脱出できたも同然だな。よし、こいつを使って、早いところ脱出しようぜ。おい弟、お前じゃそいつを使いこなせない。俺に貸せ。嫌なこった。最初にこれを見つけたのは、俺だからな。てめえ、兄貴の言うことが聞けねえのか。だ、今の音は。まさか。だ、なんだと。くそ、こいつが超巨大 SCP か。おい、全然聞いてねえぞ。なことわかってるんだよ。でも、今の威力が最大なんだ。ちょっと、気絶していたのか。やっと目が覚めたか。弟、早く進むぞ。分かってるよ。それにしても、あの超巨大 SCP、とんでもない破壊力だったな。てかここら辺、めちゃくちゃモンスターいるじゃねえか。まあけどな、俺には、このエイリアンブラスターがあるからな。いくら敵が来ようが、すべて焼き払ってやるぜ。ほう、やるじゃねえか。そのまま、すべての敵を倒せ、弟。んなこと言われなくても分かってるんだよ。てか、兄貴も手伝いよな。あいにくだが、俺は何も武器を持ってねえ。だが、お前一人ですべて倒せ。武器を持っていないからって、ちょっとぐらいは手伝いよな。まあ別に、俺一人でなんとかなるから、別にいいんだけどよ。よし、先を急ぐか。さて、脱出に必要な。アイテムを手に入れないといけないわけだが、そのアイテムは一体どこにあるんだ？くまなく探せ、弟。きっとどこかに隠されてるはずだ。とは言ってもな。なんだかこの扉、やっぱりなんか脆くなってるなと思ったら、この扉燃えるじゃねえか。扉の向こう側にチェストのようなものが見えるぞ。だ、でかしたぞ、弟。そいつを確かめるぞ。あ、やっぱりあったぜ。ここにでかいチェストが。きっとこの中にお助けアイテムが入っているはずだ。そうだ、早速開けてみろ、弟。あ、これはウォーターフラット TNT。 兄貴、変わった TNT を手に入れたが、こいつは一体どうやって使うんだ？そういえばさっきマグマの壁があったな。おそらくそこでそいつを使えば、マグマを消すことができるだろう。お、予想以上にでかい SCP ですね。へっ、あんなやつ、俺の敵じゃねえけどな。はあ、奴の相手は、この俺一人で十分だ。貴様ら二人は、下がっているがいい。この俺が持つ1万円ソードで奴を叩き切ってくれるわ。くらえ、超巨大 SCP よ。うわ、硬い。ま、そうなりますよね。あ、これはまずいのでは。へい、俺に任せろ。
なんだ、大したことねえな。ミスター赤ちゃん、あなた強すぎませんか。なあバナナ、どうやって脱出するよ。おそらくそこにある TNT ジャンプ台を使うんだろう。けどよ、ジャンプしたって着地時にダメージを受けちまうぜ。そうだね。だからこそ何か別のアイテムが必要だ。どこかにチェストが隠されて、こんなところにチェストがあるじゃないか。中身を確認してみるか。中には何が入っているか。これはいいものを手に入れた。これがあれば落下のダメージを無効化することができる。僕が手に入れたのはエリトラだ。これで軽く空を飛ぶことができる。ミスター銀さん、エリトラを見つけた。これがあれば着地のダメージを無効化することができる。お、マジかよ。サンキューなバナナ。よし、それじゃあ早速この TNT ジャンプ台を使って脱出していくとするか。すごいジャンプ力だ。さて、こっからエリトラで滑空すれば、よし、あの高い壁を越えることができた。うん、気持ちいいな。さて、あとはどこに着地するかだが、まあここら辺でいいだろう。だった。ひとまずは脱出成功だね。バナナのやつうまくいったみたいだな。じゃあ俺も行くぜ。うわ、すげえジャンプ力だ。けどこのジャンプ力を使ってエリトラで滑空すればいいんだよな。よし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 、なんとかあの高い壁を越えたぜ。あとはまあ適当なところに着地して、これ着地のダメージは、おった、ふう、大丈夫だったぜ。よし、ひとまずは脱出完了だ。よし、それじゃあ早速このウォーター TNT を使うか。そうだね、さっき話した作戦通り行くぞ。な、来たか、超巨大 SCP。 よし、早速作戦実行だ。行け、ウォーター TNT。ねえ、そこか。ふう、やつに吹っ飛ばされたおかげでマグマを飛び越えることができた。あとはウォーター TNT で作ったこの水路を通れば、よし、脱出完了だ。できすぎっていうぐらいうまくいったもんだぜ。この壁は高すぎて飛び越えることができないではないか。そうですね、この壁を飛び越えるためには何かアイテムが必要なはずです。お、あれはまさか、あの地面だけ不自然に色が変わっていますね。ということはあの下に何かアイテムがあるかもしれません。ちょっと見に行ってみますかね。さて、お、やはりアイテムがありますね。中には、お、これはかなり強力なレーザーガンを手に入れました。これがあればあの壁を破壊できるかもしれませんね。の、すさまじい威力ですね。これならばやはり穴を開けることができそうです。と、順調ですね。あと 2,3 発入れれば壁を突破できそうですね。と、外の入り口が見えました。お、すげえ、見事に壁に穴が開いたぜ。では、皆さん行きますよ。はあ、やるではないか、ミスターブラックよ。さて、ここまで来れば。
よっこらセット。よし、これにて脱出成功ですね。少し手間取りましたが、今回も100点満点といったところですね。最後まで動画を見てくれてありがとう。動画に対するコメントやリクエストがあれば、コメント欄にどしどし書いてくれ。